皆さんこんにちは。今日は吉田博士店に行ってきました。明治から昭和にかけて光あふれる国内外の風景を詩情豊かな木版画で表現した吉田博士。没後70年を記念して開催される本展は、彼の初期から晩年までの木版画を一堂に紹介する展覧会です。もともとは洋画の方で修行していたんですけれども、実はですね、何度も海外で生活をしまして、で、そして40代を過ぎてから伝統的な木版画の世界に足を踏み入れたという、そういう画家です。当時版画の世界は自分で描いて自分で彫って自分でするという創作版画というものと、昔ながらの浮世絵のように画家と彫り師と摺り師が分業で作品を制作する新版画と2つの潮流がありました。で、吉田博士は、洋画出身でありながらも新版画のグループの方に属しまして、西洋の写実的な風景表現と日本の伝統的な版画技法を融合させた精神な木版画を生み出しました。で、その作品は非常に海外で戦前から人気が高く、例えばマッカーサー元帥が厚木に降り立った時に、吉田博士はどこだというふうに言って、開口一番そういうふうに言ったというような、そんなジョークなんかがあったりします。はい、亡くなった故ダイアナ妃が、彼女のケンジントン宮殿にあった執務室の壁にですね、吉田博士の作品を飾っていたなんていうふうなこともありまして、それは展覧会の会場でも見ることができます。とにかくキラキラと、光が溢れているということが言えると思います。木版画なのにこれが今から100年も前の作品かというふうに思えるほど、非常に垢抜けた作品であるということが言えると思います。で、それにもかかわらず古き良き日本の風景が作品の中に残っているというのも、彼の作品の特徴なんだと思います。それから登山家だった彼は山岳風景も有名なんですけれども、私が本当に好きなのはこの水辺の風景の方が好きですね。反射する光の効果など非常に素晴らしいというのもありますし、で、また海外の風景などでも灼熱の砂漠ですとか乾いた大陸の空気などですとか、いろんな大気を木版画で表現しているというのがあります。で、こういったさまざまな光をですね、表現しているんですけれども、これはひとえにその吉田博士も素晴らしいんですけれども、摺り師のセンスとか頑張りの賜物ということも言えるんではないかと思います。例えばですね、瀬戸内海舟帆船というシリーズがあるんですけれども、これは同じ版木を色を違えてすることで、さまざまな時刻ですとか天候などを表現した作品です。で、これモネがですね、積みわらとかルーアン大聖堂なんかをさまざまな条件のもとに描いたという連作があるんですけれども、非常にこれにも似ているなというふうに思いました。吉田博士は、こういった作品を作るときに常に彼らのですね、摺り師の人たち、職人の人たちの傍らに立って、監督をしていたというふうに言われているわけです。で、例えば浮世絵というのは、通常ね、江戸時代の浮世絵ですと15色から20色ぐらい、そのぐらいするというふうに言われています。で、吉田博士の場合は、通常30回以上というのが平均だったみたいなんですけれども、例えばこの陽明門なんていう作品は96度も吸っているっていうことなんですね。で、これは近くで私も見てみたんですけれども、非常にサラーっとした、水彩画のように見えました。ですから、それだけこのニュアンスとかそういったものを、緻密に繊細に摺り師の人に表現してもらったっていう風な作品なんだろうなというふうに思いました。例えばですね、オウムの作品なんかがあったりするんですけれども、この作品は、どうやら図録なんかを読みますと、吉田博士本人が彫ったという作品だそうです。で、この空摺りっていう、今風に言えばエンボス加工なんですけれども、それでオウムの羽が繊細に表現されていて、これはなかなかよく近くで見て、ご覧になっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。
でその他に、自分のですね次男を描いた子供っていう作品があるんですけれども、まあ、これもね今から100年前に描いたとは全く思えないような、そんな非常にこう現代的な作品だなというふうに思いながら、拝見しました。吉田浩というと非常に作品もすごく素敵なんですけれども、実は彼のその生涯がめちゃくちゃ面白いんですね。で、この写真で見ていただくと非常にこう穏やかなおじいさんっていう風な感じがすると思うんですけれども、まあ、実はですね多分、かなり血の気が多かったというふうな、そんな人のような気がします。で、例えば、それも本当一つ一つ挙げるとキリがないんですけれども、例えば彼が一番最初にアメリカに行くんですけれども、その時はもう全然お金が彼なかったので、いろんな人から借金をしてと言いますか、お金をかき集めて、でも本当にその片道切符だけを、片道のお金だけを持って、みんながね、その当時はみんなフランスに行ってたんですけれども、あえてアメリカに行くわけなんですよね。で、そのアメリカに行って、友人のですね、中川八郎という画家と一緒に行くわけなんですけれども、そこでデトロイトに行きました。で、デトロイトの美術館に行った時に、その館長とたまたま会って、それで自分はこういうふうな作品を描いてますっていうふうに見せたら、だったらうちで展覧会すればみたいな話になって、でそれでそのままその展覧会をするわけなんですね。でそうしたらそれが非常に受けて、で、その当時で言うとですね、吉田浩の分だけで1064ドル稼いだというふうに言います。でこれその当時の、教員の初任給の13年分ってことなんですね。それだけの、23歳ぐらいの、男性がですよ、何千万円っていうお金をアメリカで、儲けて、でそれでこうヨーロッパ行ったりとかっていうふうなことをずっとするわけですよ。でその他にも、何度かアメリカで展覧会してるんですけども、その度に何千万円っていうお金を稼いだということなので、非常にお金持ちだし、なんかもうものすごくこうゴージャスな生活豪遊をしていたということになるわけですね。で、そういうふうなことで、そのまま日本に帰ってくるわけなんですけども、帰ってきてもですね、その当時その日本の近代絵画のボスというふうに言われている、今もそういうふうに思われていると思いますけれども、黒田清輝なんかとですね、本当にこう向こうを張って彼に対抗するような形で、よく黒田清輝を殴った男なんていうふうに言われますけれども、本当に殴ったかどうか分かりませんけれども、それほど黒田清輝と、非常にこうライバル関係にあったなんていうことが言えると思います。その他にもですね、吉田浩の面白いエピソード一つしてはですね、敗戦後豪邸の洋館に住んでいたんですけれども、そこがこう GHQ に没収されそうになるんですね。でそうしたら、彼はその GHQ にですね乗り込んでいって、でそれでその、画家にとってアトリエっていうのはとても大切なものだから、こんなものを没収するなというふうに言うと GHQ に英語で訴えて、そので自分のお家がこう没収されるのを免れたなんていう話もあったりします。で、さっきもね、そのマッカーサー元帥が吉田浩はどこだって言ってこう日本に乗り込んできたっていうふうな話をしたんですけれども、実際にこのマッカーサー元帥 の、 奥さんなんかも吉田浩のお家に遊びに行ったりとか、あとはその、要するにその戦前から吉田浩のファンっていうのは海外にいっぱいいて、特にアメリカなんかいっぱいいたので、そういう将校たちがですね吉田浩のお家に遊びに行っていたみたいなことなんかが言われていたりするんですね。ということで、その吉田浩のお家にはその進駐軍 の、 人々が持ってきたチョコレートですとか、あとチューインガムですとか、そういったものなんかがですね、貢ぎ物のように置かれていたなんていうような話があったりします。で、福田さんに撮っていただいたんですけれども、その陸軍のですね、教育センターなんかで、吉田浩がその木版画の解説をしているような、そんな作品なんかも展覧会の会場には、展示されていましたので、こういったところなんかもですね、見ていただいて、吉田浩というのが、単なる日本って、その敗戦国っていう風な形でなんかみんなこうしょぼーんとしてたっていうようなところでですね、なんかこう一人気を吐いて、でこういう進駐軍のですね、軍人たちにいろいろ日本の版画ってこんななんだみたいなところで、その日本人としての誇りをですね、いろいろ見せていたなんていう、そういう風なエピソードもあるんだなっていうことをご覧になって
ただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。で、今見ていただいたように吉田浩って作品も生涯もすごく面白い人なんですね。でなので、これだけちょっと面白い人なのにマイナーなのっていうのはとってももったいないと思うので、ぜひこういった吉田浩のことをですね知っていただきたいなというふうに思います。個人的にはとっても有名な黒田清輝なんかよりも面白いんじゃないかなというふうに思っています。でそれから先ほどあんまり私は言わなかったんですけれども日本の山の風景をたくさん描いた画家ということでも知られていますので例えば山が好きな人などがご覧になっていただいても非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。ということで、ぜひこの機会に吉田浩の作品をご覧になってみていただきたいと思います。皆さんご視聴どうもありがとうございました。展覧会のために撮っている動画なので定期的とは言えないんですけれども、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。